食と環境の未来をつくる山口大学農学部の紹介をします。山口大学農学部は農学に関する高度な教育と先端的研究で地域社会の発展に貢献し、国際的に活躍できる人材の育成に力を入れています。私たちが取り組んでいる農学は食料生産をはじめ衣食住すべての面において人類の生存・生活に貢献し、持続可能な社会を構築することを目指しています。したがって食料・生命・環境に関わる非常に多岐にわたる分野です。山口大学農学部は生物資源環境科学科と生物機能科学科の2つの学科に分かれており、それぞれが食料・生命・環境に関わる特徴のあるテーマで教育研究を行っています。また農学部に関連が深い施設として農学部附属農場、植物工場実証実習施設、中高温微生物研究センターがあります。まず生物資源環境科学科の紹介をしましょう。生物資源環境科学科では農学の素養を身につけ、食料環境問題に取り組む食と緑のサイエンスをテーマに、流通、食料生産、管理、環境の観点から実際の農業現場で起こる諸問題を生物学や環境科学、人間科学的視点から解決し、次世代の食料生産技術の開発や社会の発展に貢献するための教育と研究を行っています。所定の単位を取得することで高等学校教諭一種農業の免許を取得することができます。生物資源環境科学科では流通、食料生産、管理、環境の観点から農業経済学、作物学、植物病理学、農業気象学といった、ここに例として挙げている多くの授業が開講されています。生物機能科学科では動物、植物、微生物細胞の機能を学び応用するバイオサイエンスをテーマに、動物、植物、微生物の遺伝情報を解明することで食料生産、有用物質生産、環境修復といった応用研究と、生命現象解明、機能解析、遺伝子組み換えといった基礎的研究の人類の健康や環境の改善に役立てる教育と研究を行っています。所定の単位を取得することで食品衛生監視員、食品衛生管理者、毒物・劇物取扱責任者の資格を得ることができます。生物機能科学科では動物・植物・微生物を材料に、例えば食料科学、生物物理科学、微生物学といった基礎分野と応用分野の幅広い授業科目を展開しています。また実践力や思考力を高めるために農場実習や様々な実験や演習が開講されています。それでは山口大学農学部の特色を紹介しましょう。山口大学農学部は最先端研究を通じての地域社会の発展に貢献しています。農学を構成する幅広く多様な教育研究分野の教員により、先端的な研究活動を通じて生物資源の育成や機能利用に関する科学を実践できる能力の育成を目指しています。また実験・実習を重視したカリキュラムで、柔軟な思考力に基づいた応用力や課題解決能力の習得を図ります。さらに山口県農林総合技術センターとの研究連携を進めるなど、地域の課題に密着した研究を推進しています。県産パン小麦の普及や地域の特産品の商品化など、地域資源の活用にも積極的に取り組んでいます。山口大学農学部は食料・生命・環境に関わる課題の解決を目指すグローバル人材の育成に力を入れています。日本学生支援機構の海外留学支援制度などを利用したショートステイ・ショートビジットプログラムや、若手研究者セミナー・
ヤングサイエンティストセミナーなどを活用して、留学や海外の学生、若手研究者との交流の機会を提供しています。これらのプログラムでは、単なる語学研修ではなく、海外の大学で研究に携わることを重視しています。山口大学農学部には、付属農場、中高温微生物研究センター、植物工場といった関連施設があり、充実した教育研究環境が整っています。これらの関連施設すべてが農学部に隣接しており、豊かな里山環境と最先端施設を同時に利用できます。付属農場は全国的にも珍しいキャンパス内に設置された農場です。敷地内には水田、畑、果樹園、畜舎、放牧地、手目池など、農業生産に必要な要素を多く備えています。山口県内の特徴的な農業を実習する場となっています。中高温微生物研究センターは、中高温環境に適応した微生物機能の活用に関する研究を推進し、世界で活躍できる若手研究者の育成を目指しています。微生物を活用したバイオマスの資源化や、微生物の耐熱性及び耐熱化メカニズムの解明といった最先端の研究に取り組んでいます。植物工場は、植物の育つ環境を人工的に制御して野菜を生産する施設です。次世代の農業技術を開発する人材を育成することを目指しています。光の波長を制御して、成長や機能性成分を高めたり、植物の計測や数式モデルに基づいた環境調節の研究を通じて、食料生産や環境問題に取り組んでいます。それでは、山口大学農学部の広報イベント情報です。まず、最新の様々な情報が詰まった本学部のホームページを訪れてください。山口大学農学部で検索できます。入試案内からは、詳しい入試に関する情報を見ることができます。山口大学農学部に入学したら何ができるかを知りたいときには、この学部案内を見てください。カリキュラム、授業、就職、資格などについての様々な情報を見ることができます。山口大学農学部ではどのような研究をしているかを知りたいときは、この研究紹介を見てください。それぞれの研究の内容やプロジェクトが詳しく紹介されています。ぜひ自分の興味のあるテーマを探してみてください。また、これから山口大学農学部を知りたいという学生のためのプログラムを用意しています。一つは毎年8月に開催されるオープンキャンパスです。実際にキャンパスを訪れて、模擬実験や模擬講義を体験したり、施設見学ができます。もう一つはオープンセミナーです。毎年夏に開催され、高校で学習する生物と化学の基礎知識から出発し、農学部の専門的領域に足を踏み入れる接続授業として、農学部教員が講義し、実験を指導します。山口大学農学部は、夢らみライブに参加しています。YouTube を通じて、これまでに開催された授業の動画を見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。それぞれの教員が、興味深いテーマを分かりやすく解説しています。山口大学農学部は、食と環境の未来をつくるというテーマのもと、教育研究を行っています。食料生産に強い関心を持ち、自然科学や生命現象のメカニズムを探求したい人、農業、自然、社会における問題点を自ら探し出し、解決しようという意欲のある人材を、山口大学農学部は求めています。